こんばんは、宮沢です。今日はニーチェのツラトストラのお話の続きをしていきたいと思います。先に告知をします。チャンネル登録募集してますので、画面の右上の銀色のボタンかですね、スマホでご覧の方は画面の下のチャンネル登録ボタンよりご登録お願いします。あとスカイプ読書会というのをやってます。今日は2014年の12月26日です。今カミューのペストを読む企画を行ってます。まあ一緒に読みたい方は音声で資料を作ってますんで、聞きながら一緒に読書をしていきましょう。質問等あればメールでください。お願いします。メールをくれた方、やり取りさせていただいて、まあスカイプチャットで読書会等やってますんで、そちらの方にのご参加の権利等ですね、与えてきますんで、まあ無料ですんで、まあご興味ある方はですね、お問い合わせください。お願いします。今日は隣人への愛ですね、100ページです。読み上げます。あなた方は隣人の周りに群がり、それをさも美しいことのように言う。しかし私はあなた方に言う。あなた方の隣人への愛は、あなた方自身への愛がうまくいかないからだ。あなた方は、あなた方自身から抜け出して、隣人のところに行くのであり、それを美徳にしたいと思うのだ。しかし、私はあなた方の無視を見抜いている。隣人愛ですね。これ、キリスト教の隣人愛のことを言ってるんですけども、隣人愛は、もう否定してるんですよ、ツラトストラは。で、隣人愛って、っていう人に限って自分自身を好きじゃないというケースが多いと。で、自分自身の自己重要感が低かったりですね、自分を愛せない人ほどですね、他人の世話を焼くんですね。なんか人の価値観に干渉したりですね、おせっかいなこと言ったり、人いじめたりですね、子供をやたら叱ったりですね、部下の仕事のやり方を一時説教したりですね、いろいろ言うわけですよ。他人にちょっかい出す人はいるんですけど、まあこういう人は自分がないっていうんですね。私はあなた方の無視を見抜いている。無視っていうのはない、私がないってことですね。で、隣人愛の実践だと言って、人のためにやろうとする人に限って、それを美徳としている人に限って、自分自身がうつろであると、虚しいということです。5行目。あなたは私より古い。あなたと言って人は神に呼びかけたが、私ということはまだ聖化されていない。だから人間は隣人のところに押しかけていくのだ。私はあなた方に隣人への愛を勧めるだろうか。むしろ私は隣人から逃げることを、隣人への愛を勧める。これはですね、あなたは私より古いっていうことは、あなたってこれ神のことですね。神っていうのは私より古いっていうことですね。これどういうことかっていうと、まあ創世記においてですよ、人間は、まあ、アダムは神から作られたんですね。まあまあ古事記でもそうですよ。人間というのはなんか、神様から作られたと。まあ世界は神様によって作られたと。いうことになってます。だから神様は一番古いんですね。で、神様はすべてを、この世のすべてを作ったと。人間も作ったし世界も作ったと。で、あなたと言って人間は神に呼びかけて神を敬ってきたと。また恐れてきたと。だけれども、私という言葉がまだ敬われてない、恐れられてないではないかと。私の方が重要じゃないかと。あなたと神のほど敬うって、自分が虚ろである人間が隣人のところに押しかけていくと。神に従えと。神を敬えと。いうふうにですね、他人に価値観を押し付けると。押しかけてって押し付けると。この宗教を信じろと
言ってくるわけですね。この価値観を信じろと。そういう人は私ということをまだ敬ってないってことですね。私を生活してないと。自分というものが一番聖なるもんだと。まあ、神も聖なるもんかもしれないが、自分というものも聖なるもんだと。で、そういう気持ちがないから他人のところに押しかけて価値観を押し付けると。で、スラトストラはあなた方に隣人への愛は進めないというんですね。隣人から逃げることだと。それを進めると。で、遠人への愛、遠くの人への愛を進めると。遠くの人っていうのは何なんだか、まあこれは後でわかるんですけど、まあ遠くの人への愛を進めると。身近な人に愛を与えるなと。与えてもいいんだけども、自分のことを愛せない人間が人のことを愛そうとするなと、それは無理だってことですね。で、100ページの後ろから5行目。隣人への愛よりも遠くにいる未来の人への愛の方が高い。私は人間への愛よりも事物と幻影の愛の方がさらに高いと思うものだ。私の兄弟をあなたに先立って進んでいく幻影はあなたより美しい。なぜあなたはこの幻影にあなたの肉と骨を与えないのか。だがあなたは幻影を怖がってあなたの隣人のところに走っていく。これはですね、隣人への愛より遠くにいる未来の人の方への愛が高い。まだ生まれてきてない子供とか、将来生きていく人間とか、そういうものに対する愛を抱けと。まだ生まれてないもの、幼子に対する愛ですね。幼子っていうのは理性があるんですよ。この話は何とかしてますけど、もう出来上がった隣人価値観が頭の中にしまわれてしまって、生きてる隣人への愛よりも未来の子供たち、そのためにですね、愛を注げと。これが遠人への愛ということですね。で、私は人間への愛よりも事物と幻影への愛の方がさらに高いと思うのだ。人間の未来っていうものはですね、まだこの世に存在しないからイメージでしかないですね。幻影ということはイメージですよ。で、事物と幻影への愛、事物、まあ、将来のためにですね、未来の人が幸せに暮らせるように井戸を掘るとかですね、図書館を作るとかですね、学校を作るとか、教育をしっかりするとかですねみんなが憩える公園を作るとか、そのものを大切にしたり、未来の子供たちが幸せに暮らせる ということに愛を注ぐ、このことの方が大切だって言うんですね。だから隣人への、困ってる隣人に何かしてやるより押し付けがましく、もっと将来の生まれてくる子供たちのために何かしてやれと。それは必ずしも自分の子供でもなくてもいいわけですよ将来の人類のためにですね、昔の人はいいことしてくれたぐらいの、そういう昔の人は我々にのことを思って図書館を作ってくれたとかですね、そういうことを思えるように未来に向かって愛を注いでいけと。それが隣人愛より大切じゃないかって言うんですね。で、私の兄弟はあなたに先立って進んでいく幻影はあなたより美しい。我々が生きている現実を良くすることよりも未来の社会や世界が良くなること、そこにバラ色の未来を描くっていうかですね、まあそんなに壮大な未来を描いてもしょうがないですけど、少なくとも自分の住んでる地域社会がもうちょっと良くなるように、まあ景観を破壊しないとかありますね。京都とかやってますけど、その街にあんまり看板立てないとかですね、ああいうのも大切だと思いますよ。あんまりわけわかんない看板いっぱい立ってると、なんか街がすさんだ感じになるんで、その生きてる現在の価
環境を良くするしていくってことですね。まあそれはその環境破壊をしないとかもそうですけども、未来のイメージをですねは自分自身より美しいと。だからそういうイメージに肉と骨を与えていけって言うんですね。でもその未来の環境を良くするっていう漠然的なことには関心を持たなくて、隣で困ってる人に対して価値観を押し付けるってことを人はやりがちだと。でも実はもう悩み切ってる人を助けられるのかって問題があるんですね。これ僕も結構非常な人間ですから、もう頭の中よくわかんない価値観でいっぱいになってて、人のことも愛せないような人、まあ近所にいるとしますよ。その人はまあその人で頑張ってもらって、自分でそれよりも未来にとってですね役に立つことした方がいいと思うんですね。僕なんかも思いますけどね、その誰かの悩みに答えるより、こういうニーチェの思想を紹介した方が10倍役に立つと思うんですね。そういうことですよ。だってそれはみんな将来も聞けるコンテンツになりますし、ニーチェの本読もうかなっていう人も出てくるかもしれないですけど、お悩みに答えるっていうのはその人の気晴らしにはなるものの根本的な解決になるのかってすごいいつも思うんですね。だから僕悩み事相談されてもちょっと答えられませんって言うんですけど、まあもちろんその悩んでて気の毒ですねと思うんですけどね。こんがらがっている状態で僕もそれに付き合って臨時愛を実践するっていうのは厳しいですね。自己重要感が低い人に自己重要感低いですねって高めましょうって言っても、これ高まるまでなどのぐらいかかるんだっていう話ですよね。それよりこれから生まれてくる人が自己重要感が下がらないような生き方ができる知識なり情報なり与えてあげた方が予防が効くというかですね、インフルエンザにかかってから治すのは無理ですけど、予防はできるだろうってですね、そういうことですね。そういうこと思いますよ、僕も。だから隣人愛よりエンジンへの愛を進めるっていうこのツアウトソラっていい言葉だと思いますけどね。101ページ。あなた方自身に我慢ができないし、また自身を十分に愛してもいない。そこであなた方は、隣人への愛へと誘惑し、隣人の錯誤によって自分自身にメッキをかけようとするのだ。これはですね、自分自身の自己重要感が低くて、自分を十分に愛してないような人ですね。こういう人たちがやたらさっきも言った通り隣人愛をして、その隣人の見返りによって自分自身にメッキをかけようとすると、いい人ですねって言われたいと思うということですね。でも僕は本当、僕はその自己重要感を与えるためには人に与えなきゃ返ってこないってよく言ってんですけど、これは言葉が足りなかったなと思いますね。自己重要感があまりに低い場合、人に与えることもできないんですけどね。自分自身を十分に愛してないのに隣人愛をやるとすごい押し付けがましいものなんですね。せっかく親切やってんのに人がありがたがってくれないという人は自分のこと愛してない場合が多いですよ。自分のことを愛してない人から何かされると人ってすごい不愉快なんですね。俺が何なんだろうこの人って思うんですよ。押し付けがましいんですね。いい人ですねって言ってあげなきゃすまないだろうなって逆なんかおごり出すんじゃないかと、なんであなたはこんな恩知らずなんですかって言ってくるんじゃないかなとハラハラするんですね。そういう善意をかけられるとすごい嫌ですね。もうそんなもんなら受け取りますって、なんかもうのしがみついたままお返ししますっていう感じになっちゃうんですけど、自分自身を愛してる人の贈り物だったら嬉しいんですね。そのなんか幸せ具合が伝わってくるんで、お返ししなくてもいいかなぐらいに思っちゃうんですけど、なんかもうお返しをあらかじめ求めてるような身の丈に合わないような贈り物されるとですね、
人って引きますからね。うわって重いなって思うんですね。なんかもう、なんかその全然クラスで可愛くない子からすんごい手作りのチョコレートもらったら、で可愛くない子ってことないです。可愛くないで自分のことが嫌いな子ですね。もういつも整形したがってるような、もうこことこことここが変われば私も人並み以上なのにとかいうことで悩んで生きてるような人から手作りチョコレートもらったらですね、これ男の人引くんですね。なんだろう、この人すごい自分自身のこと嫌いなのに手作りチョコレートを一生懸命作ってきて送ってきたぞって思うとですね、なんていうかすごいですね。マイナスからプラスへの振り幅が広いっていうかですね、なんですかね、自爆テロみたいなひどい言い方しますけど、なんかもう自分がこの世ではどうでもいいから、もう最高の贈り物を人に与えて自爆するって、隣人への錯誤って そうみたいですね。隣人に爆弾持って抱えて自爆するみたいな、そういう重さがありますけどね。もうだんだんひどいこと言ってきて、これもニーチェの話をするたびになんか音声聞く人減っていくような気がするんですけどね、まあ、それはしょうがないですけどね。101ページの3行目、私はあなた方があらゆる隣人やその隣人に我慢できなくなればいいと思う。そうすればあなた方は自分自身の内部に自分の友を生み出し、その豊かな友情を生み出さざるを得なくなる。あなた方が自分自身が良い子になろうと思う時には、その商人になってくれるものを招いてくる。そしてこの商人にあなた方のことをよく思わせることに成功する。すると今度はあなた方自身が自分のことをよく思うようになる。もう大切なのはエンジンへの愛、これから生まれてくる未来のため。エグザイルの歌で言えば愛すべき未来って曲がありますけどね、あんな感じですね。これから生まれてくる子供たちにみたいな、そういうもののために頑張るべき、頑張るっていうか愛を注ぐべきであって、今隣で多重債務に悩んでるとかですね、ギャンブル依存だ、アルコール依存だってなってる、困ってる隣人を一生懸命助けて疲れるより、もっと先々を見たことをやった方がいいんじゃないかっていうことですね。だからまあそういう隣人ですね、まあほっといても、まあそこまでにボロボロになってなくてもですよまあちょっと困った友達とかですよ、困った同僚とか部下とかですよ、そんなもんに世話、隣人愛の実践として世話を焼くんじゃなくてほっときゃいいと。それより自分自身の内部に自分の友を生み出して豊かな友情を生み出せっていうんですね。で、自分自身の内部に自分の友を生み出す、これは何のこと言ってんだかっていうことなんですけど、自分自身が良い子になろうと思うときは、その商人になってくれるものを招いていくんですね。まあ、こういう行動に憧れるとか、こういう立派な人になりたいってイメージって、必ず友人みたいなもんで、具体的なイメージがなきゃできないと思うんですね。それはその撮影現場でずっと立ってる高倉健みたいな人とかですよ。まあ、あ、こういう人立派だな、こういう人に憧れるなっていう、まあそれは必ずしも芸能人じゃなくてもいいんですけども、こういう人みたいに立派でありたいなって思うことが自分自身が良い子になろうと思う時の証人になってくれる人なんですね。で、こういう人も認めてくれるような、自分が、まあ、尊敬してる人が認めてくれるようなことをすれば、自分自身がこのことをよく思えると好きになれるということです。だけれども続きですね、後ろから101ページの後ろから6行目、自分の知っていることに背いて語るものだけは嘘つきなのではない。自分の無知に背いて語るものこそ嘘つきなのだ。
隣人との交際であなた方が自分のことを語れば、あなた方は自分と共に隣人も欺いているのだ。まあ、嘘つきっていうのは自分の知ってることと反対のことを言うことが嘘つきですね。誰かに道を尋ねられて、駅の方向どっちですかって言って、ここまっすぐ行けば着きますよって言って、反対方向を指し示すと。こういうのが嘘つきだっていうんじゃないんですね。自分の無知に背いて語るものこそ嘘つきなのだと。自分が知らないのにですね、曖昧に知ってるように見せようとして、いや、こっちの方に行きゃ駅ですよって言って、よそ者で自分も駅の場所分かんないのに、もっとも知ってるもののようにですね、教える人の方が嘘つきだと。知ってることに背いて嘘をつくより、無知なのに知ってるようなふりする人の方が嘘つきだって言うんですね。で、隣人との交際の中でも自分もよく知らないくせに、自分のてめえの曖昧な価値観でですね、人に指導するって、これ最悪だと思いますよ、僕も。そういうことをやってる人は、あなた方が自分のことを語れば、だってもともと何も曖昧な価値観しかないわけですよ。そういう人が他人に価値観を押し付けて、隣人愛だって言って、役に立つ価値観だからって言ってですね、言えば自分と共に隣人も欺いてるってことですね。まあ、いい宗教の教えがありますよって、自分でその宗教の教えがどういいのかよくわかんない受け売りのくせに、それを近所の人にこの宗教いいですよって言ってですね、勧めてるとしたら自分に対しても嘘だし、だって自分がその宗教の良さよく分かってない人の受け売りだっていう嘘がまずありますし、で、その受け売りの無知を人にさらに押し付けるっていう点で他人も欺いてると。で、そのことが隣人との交際であなた方が自分のことを語れば、あなた方は自分と共に隣人も欺いてるんだと。自分のことを愛してもないし、自分が無知だと、自分がないと、そういう人がですね、他人に干渉すると自分にも他人にも嘘をついてることになるって、こういうこと言ってるんですね。で、101ページの後ろから3行目。道家曰く、人様と交際するとどうも性格が痛みます。特に私のような無性格者は。ある者は自分を探し求めているので隣人のところへ行く。また他の者は自分を厄介払いしたいので隣人のところへ行く。要するに、あなたの自分自身に対するうまくいかない愛が、あなたの孤独を牢獄に化しているのだ。まあ、道家みたいな人はですね、他人と交際してると性格が痛むと、心が痛むと。私は自分無性格者なんで、自分自身がない人は人と交際するとどんどん自己需要が低くなってきますからね。もうグループ行動していつも目立たないように後ろからついていくみたいな人ですね。こういう人は人と交際するとどんどん自分の性格を痛めてるんですね。でも、なぜそういうグループにわざわざ自分から入って、そんな心地も良くない仲間ですよ、そういうところにいるのかっていうとですね、自分を探し求めてるからですね。そういうグループと付き合うと、まあ何ですかね、今ではママ友とか、男性で言えば何なんですかね、なんかありますけどね、まあ、全然もうどうでもよくなった昔の友達の集まりとかですよ、まあ、そういうところに行くと、全然懐かしい話なんかもうどうでもよくなってくるんですけど、だんだん話してるやん、同じこと何回も話してんだって、進歩がねえなって思いますけどね。でも、自分がない人は自分を探し求めてんで隣人のところに行くんですね。でも楽しくもないグループに入ってですね、端っこの方でいると壁の花になってんですね。で、他の者は自分を厄介払いしたいので隣人のところに行くと。自分が嫌いで一人でいるのに耐えられないから、どっか人とたむろすということですね。で、要するに、あなた自身のに対するうまくいかない愛が、あなたを孤独の牢獄に化しているのだ。隣人愛を実践して、なんかそのよくわかんないボランティア活動とかしてる人の中には、まあ立派な人もいるんでしょうけど、逆に何だろう、この人、なんか
なんだろうって人いますけどね、なんだろうって人見たことありますけど、自分自身に対する愛がないもんだから、そういうとこに行くと逆にそれは孤独になれない、自分が孤独にとらわれてるっていうことを示していることはありますね。202ページ2行目、あなたの隣人愛の犠牲になるのは離れてる人々だ。あなた方が5人集まればいつも第6番目のものが瞳悟空に挙げられる。あなたの隣人愛の犠牲になるにはのは将来の人だって、離れてる人々だって、これはまあ多分遠くの人ですね、将来の未来の人たちだと。あなた方が5人集まればいつも6人目の人が瞳悟空に挙げられる。これまあ普通に読めばですよ、5人つまんない自分の性格がないような人が5人集まれば6人目をいじめて、グループとしてのまとまりを作っていくと、6人目を入れてるような感じでみんなでバカにしたりしてですね、見下げてなんか仲間意識を養うみたいな、こういうことだと思いますね。まあこういうこともありますし、5人集まればちょっと近所にいる人みんなでハブってですね、ちょっと離れてる人ハブって隣人愛をやりながら、一人隣人愛からのけものにしてまとまりを作るとか、こういうことやるんですねと思います。202ページの4行目、私はあなた方の祝祭も好きになれない。あまりに多くの俳優が登場したし、観客もしばしば俳優と同じに振る舞った。これどういうことかっていうと、祝祭、まあこの当時は祝祭だったんですけど、まあ今で言えばテレビとかマスコミみたいなもんですね。まあ、あなた方がそのお笑い芸人とか歌手とか芸能人に熱狂するのも好きになれないってことですね。であまりにも多くの俳優がいるし、観客も俳優と同じに振る舞うと、自分がない人っていうのはですね、なんかそのスポーツ選手に入れ込んだりしたわけですよ。酒場でサッカーの話して喧嘩し出す親父とかいますけどね、サラリーマンとか野球の話して喧嘩になる人とか、したことありますけどね僕もあのどっかのチームの誰かの選手のこと話してて喧嘩になってて、隣で喋ってた人に絡み出すとか、なんかいるんですよそういう人が、酔っ払って。でなんでそんなことで熱くなるのかって、てめえの親戚じゃねえだろって話あるんですけど、なぜそんなテレビに映ってるスポーツ選手にそんな入れ込むのかっていうことなんですけど、まあそれは自分自身が虚しいからですね、そういうことだと思いますよ。まあ僕もそういう部分はありますから痛いですけど、こういうのを読むと、そうするとイメージ、祝祭俳優とかに入れ込むと、まあスポーツ選手に入れ込むとかですね、歌手に入れ込むとかですね、そういう人はやっぱり自己重要感が低いと、自分がうつろだってことですね。で102ページの6行目、私はあなた方に隣人を教えようとはしない。友を教える、友こそあなた方にとって第一の祝祭、超人の予感であるべきものだ。私はあなた方に友とその満ちあふれる信条を教えよう。だが満ちあふれる信条によって愛されようと思うならば、人は界面になることを心がけなければならない。私はあなた方に友を教えよう。その内部で世界がすでに完成している友、善の杯である友、完成した世界をいつでも送ろうとしている想像する友を。彼によってかつて繰り広げられた世界が再び円環となってまとめ上げられる。悪による善の生成として、偶然による目的の生成として、最も遠い未来はあなたの今日の原因としなければならぬ。あなたの友の内部に、あなたはあなたの原因としての超人を愛さなければならぬ。我が兄弟よ、私はあなた方に隣人への愛を勧めない。私はあなた方に遠人への愛を勧める。ツラトストラはこう言った。この友っていうのは何なんだってよく分かんなかったんですね。でまあ自分自身の中に友を見出せって言ってんですね。
僕これツラトスラのことなんじゃないかなって思うんですね。ツラトスラこそが我々の良い子になろうとする時の超人になってくれるものだと、超人じゃないや、商人になってくれると、自分のこと言い出したんだと思うんですけどね。これ友って言ってますけど、私こそあなたの友だと、そこら辺にいる隣人は愛すなと、おしまいの人間たちは愛さなくていいと、私を愛しなさいと、私こそがあなた方への超人の予感だと、大地への祝祭だと、スポーツ選手とか芸能人より素晴らしいと。で、満ち溢れる信条や教えたいと思うから、あなたは海面のようになりますなさいと、スポンジのようになって私の教えをですね吸収して、私の愛をたっぷり味わいなさいと言ってるんだと思うんですね。で、もう私のトラドストラの世界は完成してんですよ。完成した世界をいつでも送ろうとしている、想像する友っていうのはトラドストラのことだと思うんですね。それをあなた方に授けると。で、まあ、102ページの後ろから5行目、彼によってかつて繰り広げられた世界が再び円環となってまとめ上げられる、悪による善の生成として、偶然による目的の生成として、これ多分後半で出てくる英語会議の思想がここで初めてちょっと触れられてるんですけども、英語会議っていうのはですね、これはツラトスラが考え出したって味わう、なんかこの人生の瞬間が何度も何度も反復される、なんかそんな永遠が何回も繰り返される瞬間のことらしいんですけど、まあ、ちょっと僕もよくわかんないんで、これ後半に詳しく述べられていくと思うんで、まあこれ英語回帰ってものを教えようってことをスラトスラが言い出したということですね。で、最も遠い未来をあなたの今日の原因としなければならない、最も遠い未来と今日が結びついていく、直接に結びつく、もうおかしな時間がある、それが英語回帰だと思うんですけども、そこに至るには超人にならなきゃいけないと。で、超人を愛さなければその英語回帰をあなたの中に見出すことはできないと。そのためには隣人への愛は進めないと、遠くにいる人への愛を進めるということですね。まあ最後の方はちょっと英語回帰の話に入ってきて、だいぶ僕もごまかして喋りましたけど、これ多分下巻になっていくと英語会議の話がどんどん入ってくると思います。実は僕1回目読んだ時、英語会議は何だかよく分かんなかったんですね。まあ今回は細かく読みながら、説明できればと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。